全米民主主義基金、全米民主主義基金、全米民主主義基金、ナショナルインドウォーメントフォーデモクラシー、ネット、民主主義のための全国基金は、レーガン政権時代の1983年に他国の民主化を支する名目で、公式には民間非営利として設立された基金。実際の出資者はアメリカ議会であり、これは基金の年次報告書に掲載される会計報告で、 確認できる。またオリバーノース中佐の活動時など民主主義プロジェクトという名を好んで用いる場合もあった。1982年にレーガン政権によりアメリカ政治財団の研究による提案という形で設立が決定された。それはこれまでアメリカ中央情報局が非公然でやってきたことを公然とやる目を持ったものだった。ネットは アメリカ国務省から資金を受け、そのうちから共和党、民主党、米国商工会議所、アメリカ労働総同盟、産業別組合会議それぞれの関連組織である、国際共和協会、全米民主国際研究所、国際民間企業センター、米国国際労働連帯センターなどに資金を分配している。ネットの代表は、元幹部で実業家のカール・ジャーシュマンであった。 ネットは多くの場合他国の野党の候補に資金提供を続けてきた。直接政党に交付することは法に触れるため、多くの場合、例えば学生による投票キャンペーンのような形で行われる。右派の中にはパトリック・ブキャナンのようにネットを世界的に民主革命を誘発して定期的に他国、特に独裁的、あるいは 非民主的政権に干渉する者として支障する者も,もいる。サッハからは、ネットは、軍と強く結びついた候補、その国に投資している、米国企業の利益を守る候補などのみを支援し、米国企業による投資に反対する候補や、米国企業の投資家の利益に沿る候補を、支援することはない、と批判される。例えばビルバーコウィッツは、ワーキングフォーチェンジで、ネットは、 クリアリングハウスの整備を全面的に行っている。そこでは、資金、技術支援、物品、訓練プログラム、メディア利用法、広報活動支援、最先端設備などが、政治グループ、市民組織、学生グループや、反対運動、出版社や新聞社その他メディアの選定のために、提供される。その目的は、社会主義的あるいは、社会民主主義的な傾向を持つ、 進歩的な運動を動揺させることだ。と非難している。ネットの支持者は、ネットが実際に世界中でどこでも無数の社会民主的あるいはリベラルな起源のグループを支援していると主張する。ネットは訓練の提供も支援し、彼らがインドネシアやウクライナのようにその国での規範と民主主義の原理を尊重する限り、オープンに反米のグループにも対応するとしている。 ネットは反対派よりも民主主義志向のグループを支援してきたが、公然と共産主義を支援するグループ、原理主義者、いかなる独裁者にも支援は行わなかった、と主張する。ワシントンポスト記者のマイケル・マクホールは、ネットは、米国の外交政策に固く組み込まれていると論じた。例えば彼は、米国政府が非民主的な政府を、しぶしぶ支援するのと同様に民主的なグループを、 支援することを望んでいると書いた。2008年には国境なき危機者団への支援が暴露されている。1984年にネットはパナマ大統領選挙でノリエガ将軍と中央情報局の支持する候補に資金提供した。あと、米国議会は公職の候補の選挙活動に融資するためのネット、基金の使用を禁止する法を定めた。 ジョン・ストーバーとシェルドン・ランプトンは、ニカラグアの1990年の選挙までに、ジョージ・ H.W. ブッシュがネットに900万ドルを送り、うち400万ドルは、野党の大統領候補ビオレタ・チャモロの選挙活動に、使われた。と書いている。チャモロは55%の得票率で勝利した。ハイチの1 9九十年の選挙では、ネットは、マールバザンの三千六百万ドルに上る。 巨額の選挙活動費用の大半を拒出した。この費用に関わらず、彼は12%の票しか得られなかった。バザンは、元世界銀行職員で、ジャンベルト・ラン・アリスティドの対立候補として立てられた。1990年から1992年までに、ネットは、ハンカストロ組織のキューバ系アメリカ人財団に25万ドルを提供していた。 2004年後チャベス大統領はネットが2002年のクーデター計画のために2000年から2001年の間に25万ドルから90万ドルまでの資金をスマテなどの反政府組織に提供していたことを示す書を公表したネットは2004年8月に行われた大統領非面国民投票の出口調査にも資金援助をした出口調査は チャベスの20%差での悲鳴を予測したが、結果は約20%差での信任に終わった。このことは野党による不正投票の主張の材料として用いられたが、ジミー・カーターはこの結果を全員し、選挙監査の結果正当と認められた。ネットは1980年代に西欧の民主的国家でも資金提供を行っていた。フランス、 リベラシオン紙は米国が全仏大学関連号に資金提供を行っていたことを非難した。米国政府はそれらの活動を自身から分離したが、これと同じことは他にポルトガル、スペイン、その他多くの国で行われてきた。フランスでは1983年、1984年の間にネットは共感の左翼組織に対抗させるためとして、 教官と学生の労働組合のような組織を支援した。このためにネットは一連のセミナーと転覆と革命の進学や中立主義か自由かなどのポスター、本、冊子の発行に資金を提供した。批評によれはネットは1990年代に東欧でも資金提供を行い資本主義への移行のための食糧法プログラムの導入などを進めた。 ただしネットが直接関与したのではなく主に国際民間企業センターが民間企業開発を目的としてこれを進め通貨の安定には何らだ寄与しなかった。ウィリアム・ブルムは実際にはネットはブルガリアやアルバニアを含め米国政府が気に入らない体制を不安定化させるための活動と結びついていたと批判している。 2004年ウクライナ大統領選挙でネットは重要な役割を果たした。ネットの東欧部門責任者のナディア・デュークはネットを取り巻く議論について熟知しており、ワシントン・ポストにあるものはウクライナの出来事を西側で仕組まれた西側の民主化支持組織の支援で実行されたモデルとして描こうするだろう。都市近年スロバキアやセルビア、グルジアで行われた介入と比較して 米国の資金提供による米国の影響力を世界で強めるための計画が実行されたと証明したと信じる。批評家もいるだろうと投稿した。デュークはこれらの批判は選挙による犯行という東欧諸国で起きた国産の層を身に見落としているとした。さらに平行な表の集計、出口調査や国内の監視者の報告にかかわらず、非政府組織による 投票監視の大規模な努力があった。これらの戦略は、西側の選挙監視者の報告によって指示された。また、これらのすべての突破口的な選挙が、メディアを監視し、有権者教育を実行し、自由な報道に各候補の公約を宣伝して、選挙観察者を訓練して、投票を管理するなどして、自由で公正な選挙を支持する、市民団体の活発な参加により完成したとした。 ネットは毎年米国家予算から資金提供を受けている。そのうちには国務省の米国国債開発局向けの予算も含まれ議会の見落としにより依然として非政府組織の扱いを受け入れる。2004年9月の会計年度におけるネットの歳入は8、10万ドルであり、そのうち7、925万ドルが米国政府部局から60万ドルが他の寄付収入。 その他は別の手段による収入だった。ネットは最近の例ではジャーナル・オブ・デモクラシー市の支援のための過去18年間にわたる150万ドルなど予算総額から見れば少額の寄付をスミス・リーチャードソン財団、ジョン・ M ・オーリン財団、ブラッドレイ財団などの多くの別の財団から受けている。そしてこの3つの財団は全て連邦政府から間接的に資金を受けている。 現在そして以前のネットの部門責任者のうちには、の、元会員議員、リチャード・ゲファード、元国連大使、リチャード・ホルブルック、上院のウィリアム・フリスト、元 CIA 副長官で、カーライルグループのフランク・カールッチ、将軍、アメリカンエンタープライズ研究所で、公共政策調査担当のマイケル・ヌバク、ジョンズ・ホップキンス、大学高等国際問題研究大学院の、 フランシス・福山、エヴァン・ワイ・モトベ民主党指導者会議議長などもいる。ネット設立法案の起草に関わった、米国公文書管理官のアレン・ワインスタインは1991年、我々が今日やっていることの多くは CIA が25年前に、密かに行っていたことだ。と語った。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。